こんにちは、モナックスです。将棋ウォーズをやっていきたいと思います。現在2級、レーティング 44%。2級、試験美少が得意戦法の人みたいですね。相手が試験美少の時は、私の方はもう形は決まってまして、試験飛車避けてきた。やらない。よくわからない。試験飛車やんないのか。固まってますか。一旦ここの歩を交換したいんですよ、ね。どうしようかな。ちょっと途中で船囲いやめないな。これ、取るでしょう。銀が出てくるのかな。これは2個取るよね。ここはちょっと一歩得して、これ得なんじゃないですかね。次は、一旦こう引いときたいの、ちょっと、飛車が近すぎるんで。どうしようかな。一旦引いときますか。今、角開けると、ここに飛車いるんで、まあ、今は開けられないですけど、ね、歩出てくるのかな。取り返したいと思う。これは銀バサミ狙ってみますか。次にここに歩打って、まあ、ちょっとバレバレなんですけど、まあでも桂馬って結局取れるから、そんなに向こうも被害があるわけじゃないか、成功したとしても。これでもここに今歩打たれるとちょっとピンチですね。もう金で取ればいいのか。銀では取れないのか。こっち側に取られるから。でかも桂なんだろう。桂馬跳ねた方がいいのかな、これ。銀出るとどうなるの。角。今交換すると、どうなの。まあ、お互いにちょっと変な形してますけど、角交換して。この金を追い払った方がいいですね、ちょっと。角で取ってくるのか。角で取ってくるんでしょうね。
何言えるのが一番の。ちょっと今にした、これは。そんな玉だからあんまり良くないんだけど、どうすんだろう。取る取る取る。交換し、飛車で取ってきたら、この辺に歩打つから、ちょっと安定するかもしれないですね。時間使ってますね。まあ、時間で結構勝ってるから、これはちょっと余裕がありそう。見えないですよね。こう歩がないんだよな。なんですか。銀。飛ぶ、踏み打つ。まあ、銀の桂馬交換できるのか。飛んじゃった方がいいのか。よくわかんないけど。なかなか取ってこない。角交換したくないと思う。分かんない。じゃあこっちに行っちゃうね。もう一回打つ。銀打つ。銀、金、もう一回打つ。打ってから。なんかいいわ、ないかな。銀打つ。帰る気ふんに帰るってどかして銀打つ。金ここまで持ってくるわ。ダメか。
この銀どかして。これじゃな。これどかしとくか。あ、でも突っ込んでくるのか、これ。なんでそんな逃げるんだろう。これ明らかにこれ取った方が向こう得なの。これはなんかもうダメだ。失敗してね、もうこれ。なんかす、いや、もう同じ2球だけど、なんか、結構いまいち。走ってなんだ別にこっちの方が強いっていうわけでは全然ないけど、なんだろう、分かんないな。これなんか追撃できるんじゃない、こういう人とかじゃん、これここに角打つとそんな意味ないのか。ここだよな、ここに一旦打てるな、これ。おぉ、地金取っ、金取ってもあんまりいないか。まあ、打つ。これだ。引いたら引いてるんだな、どうせ。金を取るか、
これは勝てるんじゃないでしょうか。こんなあれるよね。これ通ってもいいですね。2分30秒。ちょっとこれ通っても、なかなか詰まない。ここになるのかな。ここになる。銀引く。ここも銀引いて飛車道開けますよ、ね、なるほど、まあ、結構大技を使ってきて、ここになる気か。言うてもあれやと。なるんでしょうね。飛車と角2枚交換。2分。角っていうのか。結構粘られてるな、角なり。いやー、1分30秒。もうこれ危ないのか。弱いな。では先ほどの対局を分析してみたいと思います。で、実際結構、まあ、なんだかんだ言うと形は結構悪かったんですけども、なんだかんだ言って、有利に進めてたところ、この辺から急転直下してますよね。なくて、ここが、これが、王手金取りのこの手が悪いと。ここでは金を打てということですね。ここで金を打っても、なんか、詰ましに行かないと、もう負けるってことなのかな、これは。ここも確かに、この玉頭も、全然もう次に攻められますし、まあ、角2つ持ってるってことで、これはなんだろうな、これこの場面で飛車をここに6号に引くんではなくて金打ってで一歩下がるから、ここでこの4一の金を飛車で取って王手で、まあ、ここで歩を打つと。これは最後の守りでももう少し何かなかったのか。この場面ですね。この場面まだ有利なんだけど、次に、ああもうここまで迫られてるけど、このように無視して。攻めろと。で、桂馬打たれたんで、飛車がこう逃げたんですが、そうではなくてここに金捨てて、で、あ、金捨てて迫ることで、まあ、先手で
先手で回避とですね、それで、まあ、しかも桂馬も取ってしまうと。この手順は、2級にこの手順ができるかというと、どうなんでしょう。これができれば1級に上がりそうですけど、まあ、ちょっと全体的に、駒組みも悪かったんで、まあ、なんか勝てそうで勝てない将棋だったっぽいですね。これ、まあ、近点直下という将棋でした。では次行ってみましょうか。